インナーサークルコンバージョントラッカーへようこそ。インナーサークルコンバージョントラッカーはワードプレスのプラグインとなります。ご覧いただいている画面なんですけれども、インナーサークルコンバージョントラッカーをインストールしたワードプレスのダッシュボードになります。左のメニューからですね、設定、設定のメニューのサブメニューとして WP コンバージョントラッカーという名前が出ます。正式名はインナーサークルコンバージョントラッカーなんですけれども、サブメニュー上は WP コンバージョントラッカーと表示されております。こちらをクリックします。はい、そうするとですね、このような画面が現れます。もう非常にシンプルになっております。まずですね、こちら一度に表示させるリンク数を設定することができます。規定値では25となっております。あなたが作成するリンクの表示数ですね。こちら新規リンク作成、まだ何も作っておりませんので、新規リンク作成をクリックします。はい、そうするとですね、ダイレクト URL リンク入力と、あなたがですね、プロモートしたい、例えばあなたのスクイーズページの URL 等ですね、こちらはですね、便宜上インナーサークルを入れておきます。そしてですね、クローク済みのリンクという項目があるんですけれども、こちらあなたのスラッグ、あなたがですね、希望するスラッグを入力することができます。例えば Go、 はい、こちらはですね、重複すると使えませんので、それぞれ固有のユニークなですね、スラッグを入れていただきたいと思います。そして、リンクをクロークするかしないかといったところの選択肢がありますので、こちらで点を入れます。そして、備忘録はあなたがですね、個人的に、覚えておきたい。例えば、これはテストだよとか、何々のアフィリエイトリンクだよと。そういった備忘録ですね、こちらを、入力することができると。そしてですね、アドリンク、リンクの追加だよと。そうするとですね、このように、リンクが表示されます。 Go というものですね。そしてこの下ですけれども、削除、編集、コード、リセット、スタッツ、スタッツをクリックするとグラフですね、まだ実際にリンクを使っておりませんのでグラフ表示はされませんけれども、使っていくとですね、こちら表示されていくと。そしてですね、はい、一番右側なんですけれども、こちらのリンクですね、クローキング、短縮 URL のようにクローキングしますので、リンクが作成されております。こちらをコピーします。そして、違うタブですね、新しいタブ上にこちらを貼り付けるとですね、はい、このようにインナーサークルのページへ飛びます。はい、使い方なんですけれども、こちら、例えば Go ですね、こちらのコード、こちらのをクリックします。そうするとですね、コンバージョン A のコードとコンバージョン B のコードが表示されております。これどう使うかというとですね、例えばあなたがスクイーズページを作成したと。そうするとですね、スクイーズページの URL をダイレクトリンクとして入力します。そして、サンキューページですね、あなたの無料レポート等のサンキューページをダウンロードさせるページ、そのページのですね、ヘッダー等にですね、こちらのコードを貼り付けていただくと。たったこれだけです。もうこれで、計測が開始されると。そしてコンバージョン A と B と2つあるんですけれども、これどう使うかというとですね、例えばあなたのセールスページがあるよと。そのセールスページには商品の注文ボタンがあると。そしてもう一つですね、商品買わなかった場合に、あなたの例えばメルマガ、もしくはアップデートメーリングリストですね、こちらに購読登録をしていただくよと。2つですね、商品の販売、そしてリスト構築、その2つの機能を組み込んである場合ですね、サンキューページが2つに分かれるわけですね。もし商品を購入していただければ、商品のダウンロードページ、そして商品は買わなかったけれどもリストへ登録していただいてだよと言った場合、例えば無料レポートのダウンロードページ、そうした場合ですね、こちらの B の方をくっつけ、貼り付けていただくということで、通常例えばセールスであった場合はもうセールスしかしないよと、リスト構築は併用しないよといった場合には、コンバージョン A のコードを貼り付けておけばよろしいと。
そしてまあ、2つリスト構築と売上両方を、まあ、設置した場合にはこの A と B を使うということになります。もうたったこれだけです。もうあとはですね、まあ、リンク表示のリンクですね、こちら、はい、こちらで、まあ、状況計測を見ていけばいいということで、こちらのコンバージョンレートを見ながらですね、セールスレターもしくはスクイーズページを編集していただくことができます。もうたったこれだけですので、まあ、初心者の方でもですね、気軽にお使いいただけると思います。はい、ありがとうございました。